皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、アルツハイマー病期待の新薬レカネマブについて専門医が解説。アルツハイマー病期待の新薬レカネマブについて専門医が解説というお話をさせていただきたいと思います。2022年の9月の28日ですね、エーザイさん、製薬メーカーのエーザイさんがですね、レカネマブというお薬の治験結果を出して結構効くぜみたいな報道を出した。そうするとテレビのニュースもですね、もう新聞から何からもう認知症新薬レカネマブみたいな感じでみんなすぐ殺到するんですね。で、本当に僕は気をつけないといけないなと思うのは、こういう人たちってなんでもうちょっときちっと丁寧に情報を提供しないのかな。もう場合によってはですね、本当にテロップだけでも、お、なんか認知症治るじゃんみたいな感じを言うんですね。ただよくよく詳しく見てみると、この治験の結果ってまだ治験の結果だから、本当に薬として認められるかどうかはまだ全然わからない段階なんです。で、よくよく読んでみると、まず対象者がね、発症の前段階、認知症の本当早期および、軽度の認知症になってでも軽度の人がターゲットですよということになります。だから具体的に言うと、例えば MMSE 30点満点の認知機能を示すものであったら、もう20点切っている人はまず対象外だと思ってください。だからもう家族の方がなんか本当に困って、常に介護が必要になっているような状況の方はもうまず対象外なんですね。だから言ってしまえば、もうほとんど自分のことは自分でできている、時々物忘れがある程度ぐらいの人が、適用なんだよということになるんですね。で、このエーザイさんっていうのはですね、実は僕はこのエーザイの薬って絶対救世主にはなり得ないよってことはですね、もう実は半年前からもう僕ブログにも書いてて、で、実はその時のブログ、後でこの YouTube にも添付しておきますけど、そこを見るとですね、エーザイの抗認知症薬レカネマブも大丈夫っていう、実は先に出たアデュカネマブが結局断念した時にですね、次にこのレカネマブを頑張るよみたいなこと言ってたけど、これも一緒にダメじゃないのってことを実はもう僕はブログに書いてたんですね。これなんでかっていうとですね、エーザイさんの薬の作り方ってのは、全て認知症はアミロイド β が原因だよ、いわゆる認知症の原因は脳のアミロイド β という物質が溜まることによって起こるんだという前提に立ってるんですね。で、確かに世界の科学者がそれだけ言ってるわけですから、それは間違いではない。ただこれが全てじゃないんですよね。だから認知症の患者さん全員にバーンとこうアミロイド β を減らすような薬を使ってもなかなかいい成績が出ないよ。だから実はアデュカネマブというのはですね、断念をしたんですが、このレカネマブもですね、基本的にはターゲットは一緒なんです。アミロイド β をどうやって減らすかという減らし方が違うんですね。ただちょっとこのレカネマブの方が、その前のアデュカネマブに比べると、このアミロイド β を減らす作用は強いんではないかということで、ある程度期待はされるわけなんですね。で、じゃあ僕はですね、この手のお薬は全部否定してるかっていうと、そうではなくて、僕はすごく丁寧に対象を絞り込んでいけば、僕はこれ効くんではないかと思うんですね。で、皆さんこの認知症だとか、アルツハイマー型認知症とかいうのはもう全部同じだと思って見てるんですけど、いろんなケースがあるんですね。同じアルツハイマーと思ってもね。だから実はですね、僕はこのアデュカヌマブ、エーザイさんとですね、ある程度話をしていたのは、これは会社を挙げてだったんですけども、いわゆるこう、患者さんをまずですね、ペットという、機械があるんですね。ちょっとこれ高価な、20万ぐらいする機械なんですけども、頭の中を、で、ベータアミロイド、アミロイドベータがどれぐらい溜まっているかというのをまずチェックできる機械があるわけなんですが、それを見て、アミロイドベータが蓄積している人に限っては、アルカヌマブを処方しましょうねっていうことを実はプランニングしてたんですよ。ただ残念ながらアルカヌマブがそれを断念してしまったもんですから、その話は立ち消えになったんだけども、実はこのレカネマブも同じことをきっとやるといいんじゃないかなと思うんですね。だから
アルツハイマー型認知症の方、何でもかんでも全員に使っちゃうと正直で効果は出ないと思うんだけども、一回この、認知症のある患者さんにきちっとペット検査をして、で本当にアミロイド β が蓄積している、で逆に蓄積していない人であったら、対象から外すというような丁寧な絞り込みをしていって、でアミロイド β が溜まりつつあるっていう人に対してこうレカネマブを使うと、僕はかなり効果が出てくるんじゃないかなと思います。だってそれ明確に原因が分かっていて、その原因を、排するわけですからね。ただ、実は認知症の中にはこのアミロイド β は関係なくてアルツハイマー型認知症みたいなものを呈しているケースも結構あるものですから、やはり闇雲に使ってしまうとそういう人たちには効果がないものですから、結果的に効果がないんじゃないかということになるわけですね。だからまあ皆さんにぜひ知っておいていただきたいのは、まあ、残念ながら、まあ、多少ある程度効くことは予想されるんだけども、もうこのレカネマブというのでもう完全に、認知症がですね克服されるわけでは残念ながらないです。まあ、マスコミの報道を聞いて期待してた人には申し訳ないんだけど、残念ながらそれが事実です。でも間違いなくこれは認知症治療の第一歩だと僕は思っていますので、まあここから、次から次へ、いい薬が出てきてですね、いずれは本当に多くの方が、認知症から、治る日が来るんではないかなと思っています。特にですね、僕はやっぱり若年性のアルツハイマー、65歳未満で発症するような人に関してですね、こういうお薬をですね、ぜひ、使っていってあげたいなというふうに思います。で、今回、まあ、マスコミ報道ではあまり言われてなかったんですけど、実は前回のですね、アデュカネマブの、費用がですね、お一人ですよ、1800万ぐらいかかるっていうお薬だったんですね。まあ、これ結局断念したんですけど、で、実はこのレカネマブも同じ抗体、まあ、病気に対する抗体、こうするに体って書いて抗体薬ですので、やはりかなり値段は高いと思うんですね。やはり1000万近い、もしくは1000万を超えるような、ものになると思います。それを本当にまだ症状が出始めている軽度、もしくは、認知症の中でも初期の段階の人に果たして使うということがですね、この国が耐えうるのかということも、一つ心配をしております。まあ今日はとりあえず、まあ、直近に、出ました新しいレカネマブというのがどういうものか、残念ながら完全に治るものではないと思うし、実際、もう認知症の早期もしくは軽度のアルツハイマーにしか適用はないよということと、で、まあ、本当にアミロイド β が溜まってるってことをペット検査でチェックをした人に使うべきではないかなというのが今の僕の考えであります。まあ、ただ今後もっともっといい薬が出ていくという伏線になっていくという期待はしておりますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、マスコミの本当にテロップみたいな部分だけではなくてですね、実際どんな効果でどんな方向性になっていくのかということをですね、知っていただければありがたいと思います。